はい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 、来ちゃいましたね。いやーもうやっぱしょっぱな、ね、e フットボール2025開幕して1ヶ月ぐらい経ちますけど、どんどん来ますね。めちゃくちゃ強い選手。はい、フェノミナルフィニッシュエトーです。めちゃくちゃに強い。うん、これはもうマジでどうだろうな、 B 固定っていうのも考えるとね、相当もうナンバーワンと言っても過言ではないぐらいのね、イーストハーブで見たけど能力値してるんで、いやーこれも確定でガチスカでしょ。はいはいはい。まあエトー自体がね、そもそも前のバージョンのエトーを使ってる人も結構いたりして、まあまあ俺は使ってないんだけど、まあ使ってる人もいたりして強いんですよ、そもそもがね。うん、でさらにその上位互換&フェノミナルフィニッシュ、いやこれはもう強いでしょどう考えても。はいはい、ということでね、まあ、今日はエトーを主役にしてやっていこうと思いますが、まずはねゲットしないと始まらないということで、早速ガチャの方やっていきましょう。お願いします。40連目来たか。来たね。オッケーオッケーオッケー。はいはい。でこのチャンネルね、よく見てくださってる方であればもうね耳たこだと思うんですけど、本当にねエピックボックスガチャ運がね、もうマジでイースト2025になってからやばいんで、いや今日こそマジで本当にね、もう140連当たり前なんで、いやーまあ欲は言わないから100、そうだな、20連以下でお願いしたい、マジで。はいはい、とりあえずね、ボージャンゲット、ありがとうございます。おー来た、ナイス。はいはいはい。いや今一瞬外れたと思ってスキップしちゃった、一瞬見えたね黄色のやつ。はいはい、50連かな多分。いいよ、ちょっと100連以内見えてきた、マジで頼む。でたまにはマジで節約させてくれ。60連。おお、やっとだー、やっと100連以下きました。うわー、60連フィニッシュ。いやーいやー長かったな1ヶ月、どれだけの金を注い込んできたことか。いやーついに悲願の、はい、60連コンプ、ありがとうございます。あとあれだね、なんか2時3時のキャンペーンが来てましたね。まあちょっとね、結構なんかなんか反対意見多かったけど、いや俺はねこの間もなんか東京ゲームショーかでもね、なんかコラボしてましたけど、なんかこういうコラボ系はね全然どんどんやっていいと思うんだけどね。まあただね、その意見の中にね、これより前にやることがあるだろうっていう意見も確かにわかるけど、まあね、宣伝というかこう間口を広げるというかね、今までこういう人に興味なかった人がね、こう一人でもねこうやってくれれば結構ね、こういうのはやる価値あるんじゃないかなと思うけど、うん結構ブチ切れてる人多くてびっくりしたけど、うん、ありだと思うけどな。はい、ということでエトーの方ね、早速レベルマックスにしました。こんな感じです。うわぁ強い。まあなんだろう、もうちょっと瞬発を落としてバランスよくね振った方がいいとは思うんですけど、なぜこういう癖にしてるかというとですね、やっぱ映えですね、総合値105の映え。うん、まあこれまたちょっと終わったらね修正しようと思いますが、いやこれそれでも強くね、マジで。うん、でブースターの方はねテクニックを追加しました。はい。でスキルなんですけどね、いやーちょっとねワンパミドルはねマジで確定でつけた方がいいと思うんですけど、もう いつも通りね在庫がなくてですね、いやースキルトレーナーもっと配ってコナミさん。さあということで試合マッチングしました、お願いします。さあ調子ドン。おおほほー、はい勝った。いや久々にさ、いや久々にでもねえか、2025入ってからだいぶあれかぶっ壊れいっぱい出てるか。いやでもこれもうほぼ間違いなくガチスカ入るからな、これ使ってみてよほど使用感、いや使用感悪いなんてありえないからな、もうガチスカですこの時点で。はい、絶対入ります。さあ何点取ろうか。いやでもさ江戸でこれじゃんあちょっとやばいどうなるんだろうね、それこそ必須級というかもっとやばいさ、例えばルンメニゲとかさ、あとフリットとかレオンとかのさダブルブースター来たらどうなっちゃうんだろうね楽しみだなマジで。いいよフリット、さあ江藤しか見てない、いいよ。そして江藤からフリット、おおお
こう落として、はい、ドガーン決めれー。おや、これ外れるか、ガチっすか。あら、あら、あれ外すんだ。だいぶマイナス評価だけどね。さすがにあれ外しちゃうか。お、チャンス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 、これは決めるぜ。オッケー、ナイス。お、いった、あー、抜けないか、そこ。フラスルだったかな。なんかフラスルあんまり出したくない派なんだよな。なんか変なとこ行くじゃん、フラスル。オッケー、スキルの関係かもしれないけど、さあメッシ、あー、そっち行っちゃうか。パスが定まらんね。大丈夫、おいおいおい。一回ここはフリットさんに預ける。フリット、おい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 、これいいんじゃない。フェノミナル、フィニッシュ、オーケー。つえー、弱えわけねえんだよな。オッケーオッケーオッケー。さすがに、さすがに無理か。さすがに、おりゃー、入った。すげえ、すげえ、ハットトリック。お、あるんじゃない。あー、強い。強い、強すぎる。フリット、ナイス。フリットも強い。おりゃい、オッケー。最強。終わったかな。終わったね。はいはいはい。5得点。強すぎる。もう1試合行こう。さあ、ということで2試合マッチングしました。お願いします。いやー、もう1試合目で大爆発したからね。もう今日はね、ガチャもやったんで2試合目で終わります。もうこれ、10-0で負けても、もうね、1試合目で大爆発したんで、もう、大満足です。さあ、調子性のドン。あー、普通普通普通。いいんじゃないこれ。あるある、あー、取られちゃうか。お、取れる。いやー、そのまま行ってよかったか。いや、まだ、あります。オッケー。最強。お、出せる。おお、これはさすがに、さすがにね。いや、ちょっと待って、リアルに、あー、取れ。いや、待って、あー、取りたい。はい、取れる。いや、出せねえ。くっそ。オッケー、まだあるよ。まだ俺のターンだ。こうしてレオンダブタからのタイミング、はい、アザース、2点目。ハハ、オッケー。あー、終わっちゃったか。まあ、2試合で7得点。もう、いやー、これ獲得しなくていいよパターンだけど、最近シュマイケルで絶対取るなってちょっと使っちゃったからな。ちょ、2週連続は使えないけど、ガチの話すれば、いや、マジで取んなくていい、これは。うん。それぐらいの評価。俺の中での最高評価が絶対取るなだから、もう、はもう絶対取るなレベルですね。はい。いや、マジでいいわ。ほんと強い。